子猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、ペコニーさんです。今回の動画は半端なく可愛いデビュー前の子猫ということで、まだねデビューできないんですけれども、ケージの中に入ってる子猫がね今4匹いてるのかな。とっても可愛いのでね、今からちょっとねおもちゃを見せてみたいと思います。まずね、本来おもちゃとかはねまだ使えないので、もう見てもらうだけなんですけれどもね。てくださいもうみんなねシンクロして遊んでますよね。で一匹だけ黒猫ちゃんですかね、なんかハンモックに乗ってまいります。この黒猫ちゃんだけはゆっくりしてますね。ねで今ね見えないところで音を聞かしてるんですよね。そしたら、ね、何してんのみたいな、すごいなんかわちゃわちゃしてますよね。やっぱ子猫ちゃん可愛いですよね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。えにわさんはね最近とってもね猫ちゃんの卒業がどんどん決まってるのでね、なかなかいいですよね。楽しいんですよ。なんかちょこんと顔出してる姿いいですよね。かわいい。今はねまだおそらく検査とかワクチンとかがまだちゃんと終わってないのでケージの中に入ってるんですけども、先日のツイッターでデビューしたみたいな話が出てたので、ひょっとしたらもう今は、お外に出て遊んでるかもしれないので、またその辺はねまたお店の方に確認していただければなと思います。また随時配信していきますので、またお楽しみにしてください。 おもちゃを反応してね、ケージの隙間からは手を出してますよね。かわいいですね。やっぱね、子猫ちゃんやっぱこれぐらい元気じゃないとね、やっぱりね。もう目をすごいキラキラと輝いてていいですよね。あ、ちなみにこのおもちゃなんですけれども、猫兄さんの手作りですよ。この手作りのおもちゃなんですけれどね、紐を編んでるだけなんですけれども、まあ、子猫だけじゃなくてね、大人猫にも遊んでくれるのでね、すごくほらね、今、サビ柄のサビーちゃんなんですけれども、サビーちゃんもね、もうね、こう2本足で立ってとっても可愛いですよね。よし、もうちょっと遊びますよ。柵を登ってなかなか面白いですよね。でまた逆サイドにちょっと紐を持っていきます。おっと走ってきましたね。すごい元気いっぱいですね、子猫ちゃん。ほんとすぐにシンクロしてくれますよね。あら、シャトラちゃんも来ましたね。あ、一瞬だけ？チャトラちゃんは一瞬だけですか？そっか。チャトラちゃんは一回だけでしたね。キジトラちゃんも来ましたが、どっか行っちゃいましたね。おお、さっきに用事登って。かわいいっすね。この子たちがケージから出たらすごいことになりそうですね。結構ね、大人猫ちゃんも多いので、ねえ、なかなかハプニングとかが起きそうで、ちょっとワクワクしますね。また近いうちに猫兄さん行ってくるので、また新たな動画を配信していきますよ。お、パンチパンチ、パンチパンチ。子猫ちゃんの可愛さって本当半端ないっすよね。
をまた柵の上から隙間から手が出てますね。はい、今日の動画は以上です。ココネコカフェ猫のエニオさんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。